バカゲーって素晴らしい。でけえよでけえよ黙れよ。バカゲー、主はめちゃ好きなのに。主チャンネルでは茶番より全然人気が出ない。なぜ？肝心に君の実況がつまらないんじゃね。正直に動画作ってて、ああ、今日の茶番つまんねえ。って思う時もあるけど、自分の動画に。でもそんな茶番が好評だったり、再生数めっちゃ伸びたりラジバンだり。懐かしいなそのフレーズ。ということでですね、皆様にバカゲーの素晴らしさをお伝えするべく、チャンネル開始当初、かれこれ2年以上前、結構いろいろやってたバカゲーまとめてみました。昔の動画なのでサイズとかバラバラですが、ご了承ください。あ、あとテンポよく見れるように、ちょっと倍速再生になってます。ということでぜひ皆様、暇でどうしようもない時にでも見てくださいますと幸いですので、主チャンネル、初期のバカゲー総集編、お楽しみください。本日の動画は次のような感じです。いや、全くわからなかったぞ。今回はウサギちゃんの世界に迷い込みました。レッツラゴー。第1種目、砲丸投げならぬ牛投げです。色でも見れるかもしれません。絶対見れよ。心臓じゃなくて触れてるやんけ。牛ちゃん大丈夫よ。投げるだけだから。それが怖いんだろ。トップバッター主いきます。主ちゃん頑張れー。主ちゃん頑張る。そして回ってみやすいだよ。レイマンさんです。この世界の主人公なり、どうでもいいけどからすれな。マリサ、タイミングのお手本だから見ときなさい。私の次はマリサよ。主さん。ミスったミスった。主ちゃんダメねー。2番レイムいきます。マリサ、主ちゃんの代わりにお手本にしてあげるから、見とくのよ。わかったよ。ちゃんと狙い定めてこの辺で投げないと。いやー、さすがレイムだな。とやー、レイムさん。さっきの主と全く一緒じゃねえか。ちょっとマリサもう一回やらせてね。あ、全然 OK。別にやりたくないし。レイム、悔しいです。レイム、私が、いつやるのって言ったら投げるんだ。いやおめえそれなら今でしょ。ビッグアップしろよ。主ちゃん任せたわ。強い子だ、相手どうした。デリカシーだよ、マリサ。そうよ、デリカシーよ、マリサ。あれかな、デリカシーのことかな。そうとも言う。そうとしか言わねえ。レイム、それは私のセリフな。あんま飛距離でなかったわ。次マリサやってみてよ。じゃない、よく見とけよ。バッチリ見とくわ。マリサファイト。ちなみにこっちかんの返事ないと思ったら何してんだおい。あ、マリサキッス、キスキッス、サンタンと戦い、鉄柵でもいいとこだよ。俺から戻るぞ。体が動かぬ、右に同じく。じゃあ無理やり動かしてやんよ。あーん、パーンチ。やーん。まったくマリサ、水をかけるんじゃない。びしょびしょじゃない。じゃなくて珍しく動けたんだから、ずっこまんかい。虫ちゃん、狙い通りよ。さすがマリサちゃん、どういうことだよ。サンタンと戦いからのは全て、この大記録のためだったのだ。ほう。じゃあ私はいいように使われていたと？使われていたとです、です、です。なんかムカつくわね。レイム、このゲームは？ウサギちゃんにマナーを叩き込むゲームです。トイレの扉を開けたがるんです。彼ら、どんだろ普通詐欺だな。マリサうまい、ラブトン1枚。あ、よくわからんだ、30。はいはい、閉めましょうね。マジで開けたがるな、こいつな。やーね、お下品お下品、うんこ。おいこらレイム。だから開けるなっつうの。おなんか見てきたぞ。これはお邪魔虫ウサギちゃんです。お邪魔虫ちゃんに触っちゃうとアウト。やられた。全然もやってなるな。ってことでウサギに復讐します。ボーリングのピンにしてやったぜ。これは面白そうだな。マリサ、一番手任せた。おし、倒しまくってやんぜ。周りのウサギちゃんを黙り。問題ないぜ。マリサ行け。お、いいんじゃないですか？あ、ちょっと取れちゃったか。大丈夫大丈夫。右側綺麗に倒れたからオッケー。次私がスペア取るわ。レイム任せたぜ。むかつくなこいつら。レイム仕留めます。お、いいぞいいぞ。オーマイゴッド、真ん中外した。レイム、私が仇を取ってやるぜ。さあ皆様、ウサギちゃんのダンスダンスが始まるよ。虫ちゃん、カイロスだ。ストライクな。ちょっとポケモンゴーブームにあやかってみました。お、マジでいいんじゃね。やったぜ、ストラ。生き残ってた。ってことで皆様、ブロードダンスの時間です。悔しい。お、私に任せなさい。マリサ、ストライクなるか？なるか？ならすぜ。やったぜ、駆け落ちウサギ。お父さんお母さんには悪いけど、どうしても許してくれないから。うん、駆け落ちウサギな、これは。お次はウサギの歯磨きです。おい、辛いな。普段歯磨きしてないからな。だろうな。なんか出てきたよ。やっこ。虫歯の虫を引っこ抜いていきましょう。みんなも歯磨きしないとこいつが出てくるんで、毎日歯磨きしましょう。これで出たら食事するだろ。いや、言ってるぜ。おめでとうございます。こいつを取れないとやばいことになります。ではどうなるか見てみましょう。私だ。そして2回も取れないと。続きまして、ふざけてるのは誰だ？をやっていきます。ふざけてる子にはお仕置きです。まだお。では合唱始め。ズームすると周りのウサギちゃんが教えてくれます。あ、ウサギ発見。こういうふうにはヒントです。
来た来た、俺じゃないよ、俺よ、俺よね。はいはぁ。お、ダイレクトに行って、ちゃんと歌ってる子叩いてみよう。お、止まる。全員で激怒です。いや、左下。こいつだけふざけてました。さてさて、本日ラストのゲームです。小豚ちゃんをママのとこへ連れて行ってあげましょう。めっちゃ楽勝だね。侮ったらダメだぞマリサ。そうです、見えないだけで潜んでるんです。あ、そうなの。うさぎちゃん火炎放射。これだ。まったく熱いではないか。これなんでチキンなんだよ。やがるうまい豚だったろ。ローストチキンの完成です。これもっと新しくなったよ。さあ今度こそママのとこ連れてくぜ。無事たどり着けるのか。あ、ちなみにうさぎが近づくとリモコンがブルブル言うんです。ここには音声入ってないけど。それを頼りに慎重に進むのです。ゴールへの道が見えたなり。感動の再会です。豚じゃねえだろ。はい、今日は終始こんな感じです。アホミニゲームやりまくるわ。主人公のレイマンさんはおばさん風に。なんとも言えないファッション。まずは走ります。それだけ。お、プレゼントくれるの？優しいウサギちゃんね。つけた。レイマンおばさま、至って冷静。爆発する前にどこかへ運ぶのだ。間に合わなくね。おい、早いな。あ、ちなみに動画早送りとかはしてませんぜ。オリンピックでたら優勝ね。まあホモサピエンスしか出れないけどな。おいで、どこ持っていくんだよ。海に投げれば済むか。レイマンさんはそれでは終わらないのだ。まあこうなるわな。あらら、ウサギちゃん泣いちゃう。これはなんていう表情？次はどんなアホゲーかな。少年時代、男の子なら誰もが憧れたヒーローになるぜ。髪の毛生えとるやん。スーパーマンらしくお空を飛びます飛びます。レイマンさんはヒーローウサギちゃんの手助けです。まさか、これ、飛ぶってか飛ばされてるだけじゃん。はい、ファンボイすぎだろ。大丈夫かい？残酷ゲーム。またアホ丸出しのゲームだな。説明するわ。時間内に叩きまくってどれだけ大きいタンコブが作れるかってゲームよ。何ちゅうゲーム。さあ結果は。おいおい、伸びすぎだろ。次は何よ。お次はウサギちゃんの音で誘導して懲らしめるゲームとなっております。おい、近くにも可愛いと思っていったよ。ミラクルキュート。はい、ウサギちゃん、こっちこっち。そうそう、いいよ。まさか。おめえ悪魔か。天使ですけど何か。アラムシちゃん、キュー作る。体が。はい、こっちよ。ビリ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 。ウサギも懲りねえな。お次はサボテンに突っ込みましょう。ウサギらしからぬ声出してたぞ。可愛いな。はい、こっちこっち。もう進ませてやれ。しょうがない。焼きウサギ。踏んだり蹴ったりだな。霊夢はもう満足じゃぞ。虫よ、母。ではウサギちゃんにはバイバイしましょう。今度は元にしたのか。大丈夫、投げるのは柔らかいスッポンなり。そういう問題。そういう問題。グリーンヒット。てか耳にテープ貼るなよ。よく見ると後ろの板押しさんなのね。ちゃんと土もついてるわ。無表情。顔色一つ変えないわね。タイムアップなり、まともなゲームはないのか。次こそ、ウサギちゃんにご馳走します。霊夢のゲーム説明。この緑の線をなぞると食べ物が出現。綺麗になぞればなぞるほど高得点。へいお待ち。もっと味わってくれ。これはフランクフルトだな。いや、ソーセージでしょ。ウインナーでね。あ、すっごいやろうか。あら、お願いできる？って人の心読むな。アップで見るとますますかわゆす。気のかわな。これは、オムレツ、スクランブルエッグじゃない？いや、目玉焼きだろ。あれ、うんこ。レイムやめろ、一瞬思ったけども。虫もそう見えたぜ、一瞬だったからなおさら。あ、ちなみに左のろうそく消えたら終わりですぜ。これは全く見当つかないんだが。マーガリン流。見てもわからなかったな。ラスト1個いけるか。あ。安らかにお眠りなさい。さあ
最後はレイマン&ウサちゃんによるダンスでお別れですよ。なんか今回疲れたわ。終始アホだったからね。そして皆様、いつもご視聴、コメント等本当に感謝です。こんなにたくさん見てもらえるとは思ってなかったぜ。これもマリサのツッコミのおかげね。おいちみ、何を企んでおる。なーんも、本当にそう思ってるわ。うちも同じく。おい反応に困るだろ。ごめんなよ、うるせえこら。突然ですが明日はポケモンです。ポケモンの何かは秘密よ。まあ今流行りのやつではないとだけ言っておこう。そう、ローインドア派のうちにはプレイできないぜ。ってことでお楽しみに。では今回もご視聴ありがとうございました。本日はウサギさんなり、ラビッツパーティーだよ。さあ本日のファッションは、あ、ちなみにこれは主人公のレイマンさんよ。何の生物かは不明。てか足はどこ行ったんだ。よく見るとこつとの間に何もないわね。今日はロックンロールファッションで行くよ。なんか古臭い髪型。全身古臭いだろ。こんなレイマンさんと一緒にウサギちゃんと遊びするぜ。最初のゲームはこちら。最初からインパクトありすぎな。サッカーかしら。レイマンバーサスウサギバー、フリーキック対決。ハーフラインって遠すぎだろ。マリサ、レイマンのキック力を投げちゃダメよ。ウサギの方蹴ったよ。うんなり蹴ったり。ウサギバー、喜びのダンスです。そして落ち込むレイマン。取り残されたボールが、次こそコース狙って。本物のボールいらねえだろ、もはや。ウサギバー、飛ばされた。もうかわいそうだよ。相手もなかなかやるわね。噂によるとウサキーパー、バルサから遺跡を奪ってるようです。バルセロナのボールに食いついたわやが。三度目の正直。諦めないぞ。スーパーミラクルローリングサンダーシュート。小学生か。なんちゅう軌道だよ。ふ、これがミラクルスーパー回転サンダーだ。斜めやらせなさい。これでコツをつかんだぜ。なんこれ反則だろ。レイマン喜びもない。明日のオーストラリア戦、レイマン招集してみない？あれホモサピエンスしか出れません。明日の試合でこれ誰かやってくれないかな。そっから速攻バルサクランの敵だろ。もう満足満足。続きまして、ダルマさん、ダコロンダ、ダルマさん、ダコロンダ。クニルとこおかしいだろ。ダルマさんか、まだ言ってほしいわよね。はい、ストップ。動いちゃダメよ。なんか走り方キモいぞ。泳いでるみたい。最近の小さい子のダルマさんが転んだら動かしな。あんまやらないんじゃない？うん、あんま外で遊んでるイメージすらない。ちょっと次本気で走るよ。これただの早送り。マリサ、編集の裏側を言っちゃダメよ。近くで見ると怖い。ここまでくりゃこっちのもん。バイバイ。次は前にもやったゲーム、面白ウサちゃん取れたんでもう一回。ウサギいっぱい。ウサヒーローになって、空を飛ぶぜ。思い出した、あれか、飛ぶというか、ただ放り投げられるだけのやつな。すぐ落ちるパターンね。おっと、ここで4回転見事決めてきました。フィギュアスケートか。きっと本当に高かったのね。おまけジャンプもう1回。いいよ、200メートル超えの大ジャンプ。超えてねえし。悔しいです。お次は父の牛絞り。ここね、牛の父絞り。なんだ父の牛絞りって。ミルク絞るの下手くそ。ほとんど散乱してるよ。皆様、ちゃんと毎日牛乳飲んでます？虫は背を伸ばすために、毎日飲んでます。おめえもう成人してるから無理だろ。続いてのお味噌ゲームだよ。父絞り短いな。そして何かカオスなゲーム始まっております。まあ指示通りの行動をすればいいんだぜ。コンボー、お口、ソーセージ、おめめの4つがございます。なんだそのゲーム。なかなかの不具合本。それでは、高速でお楽しみください。ウサギちゃんの表情に注意しながら見てね。見てよ、今回はこれが最後。エンディングかもん。この映像でエンディング。マーリスさんならわからそうだね。ミヤネ屋の皆様、今回もご視聴ありがとうございました。皆様、アニョッス、アニョッス、アニョッス。なんだその挨拶。どの時間帯にも使える新しい挨拶だぜ。ってことで本日は猫ちゃんになりました。どういうことだよ。世間は空前の猫ちゃんブーム。テレビをつければ猫ちゃん、CM も猫ちゃん。ということで視聴回数増やすために、霊夢たちも猫ちゃんにしました。そういう事情は言わないでいいわ。てかそれだったらポケモンもやれよ。だって外暑いもん、もんもん。あ、そうですか。そしてママさんご機嫌ですな。キッチンで一人ダンシング。大丈夫か、このおばさん。お、ご飯発見。これは食べるしかないでしょう。まあ見てると結構可愛いな。そうだろそうだろ。このチャンネルのテーマはズバリ、癒し。そこは何があってもアホな。アホ？さあ猫ちゃんにお家を紹介してもらいましょう。はい、こちらがバスルームとなってます。お前誰だよ。猫だよ。勝手に喋るな。マリサ、私が喋れるようにしたのだ。どうやったんだ。これを食べさせたんだぜ。翻訳にかこんにゃく。そのアイテム怪しすぎんだろ。猫ちゃん気持ちいいかい？いや、体洗うの忘れてたよ。いきなり湯船浸かると怒られちゃうぜ。いるいる、いきなり湯船入る人。おい、まさか体洗うって。
さだぜ。またかな。前も言ったけど全然かかってないぞ。てかめっちゃ回ってるやんけ。いやすっきりすっきり。マシちゃん、僕を物干し竿に干してくんない？オッケー、洗濯バサミは。え、マジっすか？マリサ、却下ジョークだよ。なんかムカつくな。そして子猫に呼び捨てされたぜ。綺麗になったらお昼寝の時間です。結構いびっかくんだな。あらマリサこそ結構いびきすごいわよ。あれはもはや狂気だよな。え、あの、マジで言ってる？こないだみんなでお泊まりした時すごかったんだから。ちょっとマリサショックだよ。まあ自分じゃわからないからな。ちょっとさ、マジでどんな感じだった？あ、ちょっと面白かったから録音したの。聞いてみる？マジか。まあちょっと怖いけどお願いします。ではミュージックスタート。霊夢、いびきでその振りはダメな。じゃあ行くぜ。やべえ、間違えて、発情したイノシシの声流しちった。何しとんじゃ、本気で心配したよ。そして猫よ、どこでくつろいでおる。え、じゃあ私のいびきは。マリサ、すべてジョークよ。うん、至って静かに眠っておったぞ。お前ら覚えとけよ。あらあら、いたずら猫ちゃん。もっと怪しまわるぜ。やっと猫は機敏ですな。本をすべて落としちゃうよ。ご主人様無反応。猫ちゃん、次はお庭案内してくれる？お安いご用ですぜ。こちらがお花自慢の庭だぜ。お、めっちゃ広いですな。どうやらご主人様がお友達とお食事してるようです。僕も何か食べ物いただく。スイカとバナナ、魚ないんか？ってことでご主人様にもらいに行きましょう。さっきから猫に一切興味示してないが、大丈夫か？まあ無理さ、黙ってみてみて。なんかって感じ。お父さんお父さんお父さん、魚くれ魚くれ魚くれ。腹減ったな腹減ったな腹減ったな。おい猫、やかましいぞ。そして相変わらずの無反応。マグロ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 。マグロとバナナ。丸ごとバナナみたいに言うな。お母さん、なかなか手強いですね、虫さん。そうですね、でも諦めないで続けることが大事ですよ。きっとチャンスは、うん、お前らスポーツ実況か。諦めないぞ。魚ちょうだい、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 そしてご主人様の頭でトランポリンすな。よく励ますね。励ますな。まあ励てるけども。これは厳しい戦いですね。虫さん、猫ちゃんと動く。おっさんの初めての反応。なんか怒った。ご機嫌斜めでございます。あれ怒らせちゃったぜ。全然悪気ねえだろ。まったくいい年して子供みたいにやね。全部お前のせいな。犬太郎と遊ぼうか。腹減ったのか。ちょっと待ってな。お、いいとこもあるじゃん。肉太郎、肉だぞ。犬太郎だろ。あらあら、お腹いっぱいになって寝ちゃったわ。せっかく遊ぼうとしたのに。犬太郎起きて起きてよ。なんか犬と猫とか種族の違う動物仲良し映像って癒されない？うん、それは大賛成。ライオンとワンちゃんとかね。そしてまたどこ乗ってんだよ。うーん、目と目が寄ってますね。一瞬 AKB の元センターに見えたぜ。おいファンに怒られんぞ。なんか通った。皆様、ゾンビじゃないよ。安心してね。あ、ちなみに明日はゾンビものやります。ゾンビものって言ってもホラーじゃないですよ。いつも通りのアコゾンビです。もう犬太郎遊んでくれないから、このおっさんにいたずらするぜ。猫ちゃん、芝刈り機のスイッチをこっそり入れた。まあそりゃこうなるわな。おっさん大パニック。はい、今回は芝刈り機追っかけるおっさんでお別れです。随分嫌なお別れだな。明日のゾンビも見てね。じゃあまた次回。はい、アニョッス。本日は可愛い猫ちゃんが主役。それでは猫ちゃんの様子を見てみましょう。おいすげえ内力。レベルアップ。お、そんなシステムあるんですね。あれ、っていうか本日のタイトル、猫 VS ゾンビだよね。そうだぞマリサ、ゾンビいねえじゃん。あらマリサ、ゾンビ映画だって最初からは出てこないでしょ。あ、そう言われればそうだな。納得。平和の日々は、突如姿を消した。ゾンビに支配された町、そこに取り残された一匹の子猫。果たしてこの子の運命は？猫ちゃん突進で一本勝ち。おいこら、最初のホラーチックな感じ一気になくなったぞ。なんとも軽快な BGM。さあ猫ちゃん、生き延びられるのか？トゲザゾンビ。猫様、私が悪んございました。いやいや、私の方が悪んございました。一匹追加きました。めちゃめちゃ囲まれてる。なんだこの最強猫。人間、歩いてはないみたいだけど、さっきから車はバンバン走ってるわね。ってことはまだ生存者もいるんだろう。おいおい、疲れまくっとるやないか。なんか一匹すごい姿勢よかった。左から消防士ゾンビ、タクシー運転手ゾンビ、コックゾンビに、ケツデカゾンビ。なんで最後だけそんな感じ。主婦ゾンビとかですかね。大クラッシュしております。ゾンビちゃんを空に飛んでったよ。あ、ケツデカゾンビまた来ました。ケツデカさん、死亡。見事なジャンプです。新センターか。滑り台、これを見たら滑るしかないでしょ。公園やっこう。
込まれましたね。これが普通のゾンビ映画とかだったら、すっごい引き迫ったシーンなんだけどな。うん、まあこうなるよね。なんかずっとスター使ってるみたい。常に無敵子猫ちゃんです。別のエリアにやってきたのだ。ケツデカさん、めっちゃ出没しますね。デフ&ハゲでごめんなさい。なんちゅうネガティブゾンビ。なんかゾンビらしくない。それにしても暴走車、お邪魔ね。車突っ込んでこようが、ゾンビが群がろうがお構いなしのようです。さすが猫ちゃん、マイペース。トゲザゾンビちゃんが死んじゃった。なんか遠くでも跳ねられまくっております。なんか追加機能もあるようなのですよ。無限ジャンプ、スーパージャンプ、スピードアップしたぜ。とんだもうなんでもありですね。ちょっとお空の旅を。下にいるときは気づかなかったけど、周り超高層ビルばっか。大都会のゾンビパニックなのに、ホラー感ゼロでございます。ナイス着地。もちろん無傷です。お、久々のナレーション。あ、またやってきた。あら、この子もケツデカね。まさかの3匹目登場。トゲザかけるさん。綺麗にハゲが3つ並んでおります。ケツも3つ並んでるよ。一匹引かれたー。12ヤード飛びました。まったく、運転マナーがなってないわね。てか下手すぎだろ。後でとっ捕まえて、懲らしめてやる。はい、新たなマトリックスゾンビです。なんちゅう体勢。そこに、まだ軽いな、車が1台。なんかゾンビに同情するわ。ちょっとさっき使ってなかったスカイゾンビ使ってみるぜ。あらららら、かわいらしい、ゾンビの雨の中余裕の猫ちゃんです。近くで見るとリアル。なんだこのカオスな状態は。なんかすごい降ってきますね。スカイゾンビ選んだからなのだ。なんだこの光景。ちょっとまたケツデカゾンビちゃんと遊ぶよ。おいこら、またお開くな。首がー。なんか伸びたくん。最後に運転手懲らしめるぜ。まさかの猫ちゃん。怖いなー怖いなー。あ、皆様こんばんは。ちょっと今回はですね、本来実況するつもりはなかったものなんです。いつものように実況できそうなゲームを探してたわけなんですね。そしてプレイしてみてどれやるか決めるわけなんですが、あるペンギンちゃんのゲームを見つけたんですよ。親とはぐれて、ボロボロになったペンギンちゃん、それを救ってあげる、そんなゲーム、いざやってみると操作は単調、絵的にもこれは実況できないかな、と思っていたわけなんですね。しかしやり進めてみるとどうでしょう。なんかプレイしてるとね、気配を感じるんです。もちろん部屋には私一人、誰かに見られてるような、そんな気分なんです。怖いな怖いなって思いつつ、ゲーム進めてたわけなんですが、ハッとした瞬間、目が合っちゃったんですね。ペンギンちゃん、ずっと私をガン見してるんです。ちょっと時間を置いてパッと見ると、やっぱこっちを見ているんです。なんとも言えない表情で、ということで、この動画の見方、私、ペンギンに見られてるわ、と思いながら見ていただけると楽しめると思います。では、皆様にも私が味わったなんとも言えない体験を。はい、いつもと違う感じで始まりました。パパとはぐれちゃったペンギンちゃん。パパも探してるわ。この子が今回の主人公、ボロボロになり、民家の前で息倒れた。ってことで優しく治療するよ。はい、ここ注目。体に刺さったガラス抜かれてんのに、あなたはガンに。結構痛いはずです。アップやめ。ほらほら、ペンギンちゃんの目を見てごらん。絶対に目が合うはず。なんか今回斬新な実況ね。おし、全部ガラス抜けた。お次は傷薬高速塗り塗り。ちょっとしみるけど我慢してね。無料中であなたを見つめてる。もはやホラーだろ。じゃあ傷薬流してくわよ。強いな圧力。顔面水かかってもお構いなしだな。皆様、なんか気になっちゃいません。この気持ちを共感してほしくて実況することを決めました。体中キキされても目線はそらさないぜ。逆さになろうが、ずっとあなたを見てるよ。もうこれは離れ実況だ。押しオッケー。最後に綺麗にしましょう。ペンギンちゃんの泡まみれに。ちょっと BGM 変更よ。この恐怖に耐えられるか、ホラー映画のコマーシャルか。やっぱ BGM って重要ね。これで治療完了。最後に電気にするわ。え、まさかの。冷凍庫で8時間冷やしたら完成です。電気じゃないんだよ。今ね、みるみる回復してますよ。皆様ご家庭のペンギンが弱ったら冷凍庫に。動物虐待すな。てかどこのご家庭にいいんだよ。めっちゃ元気になってるやんけ。治療
頑張ったご褒美、お魚プレゼント。今度はペンギンちゃんとショッピングだぜ。しっかり家族の一員か。しかも気に召さなかったよ。このサンタ帽子は？これもダメ。じゃあこれでどうだ。あ、気に入ったみたい。やっぱペンギンだからオッケーがお好きかしら。これもいやと。豊姫正解。はい、お支払いね。カードでよろしく。って言いながら現金出すなし。178ドル、約17,800円。ペンギンのためにすげえな。さあ早く帰ってきてみましょうね。釣りはいらねえぜ。ぴったり出してよ、セリフじゃねえぞ。早速試しましょう。相変わらずこっち見てる。お、結構可愛いじゃん。しかしこんな生活も長くは続かない。お、お客さんかな。なんかやってきた。まさかのパパペンギン、お礼たくさん持って。こうしてペンギンちゃん、野生に帰りましたとさ、めでたしめでたし。みんな、夢はあるでしょ。あります？一人ずつ教えてくれるかな。私はパパのお嫁さん。ぬ、主は赤レンジャーに。私は海賊王に。私はペンギンに。何この意味深な終わり方。わかるわかる、あれは罪のよね。あと電車の横入り。みんな並んでるのに、電車のドア開いた瞬間に横からずっと鳴り込むやつね。あれはね、親の顔が見てみたいわ。吠えまくるご近所の犬、あれも参っちゃうわね。まあ犬の声で目覚めたくないわな。せめて朝8時ぐらいまでは静かにさせてほしいもんよ。あと夜中のか、倒すまで寝れない。耳元ブンブン、あれをどうだよね。でもかの命だけでお食事をしてるのです。いきなりどうした？あのののののののあの豊姫さん、なんか始まりました。今回は神待って、かの気持ちを考えようのコーナーです。この動画を見れば神優しくなれるかも。なんだ、この黄色の液体。ドリンクじゃない？マスクっぽいのあるし。はい、かなんで血を吸いに行きますぜ。おい、なんか事件起きてんぞ。黄色い液体ありまくっております。ケツから吸血。気絶してんのに反応すな。カチャンカチャン、おいしい。ちょっと違うわな。声高すぎな。ラスはもうやりましたわ。やっとおいしい麻酔があるのね。さあ左側の吸血メーターマックスまで吸うわよ。サンディングライフがないといけませんね。この人は終了。次の獲物のとこへ。黄色の液体止めましょう。小便だったんかい。マナー違反坊や、懲らしめてあげましょう。これはさ、応援するわ。かちゃん、お味はいかが？まあ、小便、さっきやりましたわ。やっぱ若いと新鮮なのね。でも小便中はなんか嫌だな。おかし、長くね、なんだかんだ1分近く寝っぱなしです。お日赤くなった、開会地獄だぜ。そして目撃されとるやん。かろうかな。アップやね。チキンヘッドおかま、嫌です。おかまさんのお味はどうですか？モンスターとかの使う女の子がなかったような感じは。大正解。はい、ちっこ差し指の血をいただきましょう。そんな指はねえぞ。でも今は差してるわよ。うんうん。わかったから黙ってなさい。へ、わっとしまったわ、やったわ。ということで帰還いたします。めっちゃ赤くなってる。これから痒くなるわよ、これは。おいか、小便にぶつかってんじゃねえ。かも今年はそろそろ見納めね。そういえば今年私一回も刺されてないな。私も。皆様、刺されましたか？なになに、お次はリーチなのね。これは引くしまくってるからチャンス。リーチに勝手でない気が。これは金髪のエスバデイラル。何かの大好物じゃない？いやー、小麦色に焼けた肌にあのお尻、たまらんぜ。グフグフグ。じゃあ、中年寝ろ、親父か。さすがマリサ、名人でいいね。グッチョブ。まあ、それほどでもあるぜ。わぼー、やったーな、落としたぞ。おい、この色か。やったな、やったー。誰でねんだよ。もうマリサ突っ込みましんね。いや、これが勝手に出ちゃうから不思議。不思議だねー。不思議そう。リタさん。おい、空気よね。犬、猿、キジ、桃太郎。出てねえのかよ。なんなお酒さ、出しなかかえてなしさ。ちょいちょい入ってくんな。あら、飲みすぎでフラフラじゃない。今潰したら面白そうね。さらっと残酷なこと言うな。最後の前にやってきたぜ。まずは目線から離れたところ、そこが狙いどころです。あと明るい先はなるべく我慢しましょう。別個は通信機です。まず吸っても落ちません。しかし顔の付近は飛ばないように。そうここ重要。テスト出るよ。飛ぶ時のブーンって音、あれね結構聞こえたんです。あの君たち何してるの？メダカの学校ならぬかの学校だぜ。そうそう、かの学校があったらこんな授業かなって。1時間目から4時間目気持ち見方のお勉強。5時間目実践演習だぜ。ただ失敗してお亡くなりになる生徒多発。あら、そうですか。そしてどうでもいいけど、こいつら怖すぎだろ。黒目がないでござる。左腕もなかった。そしてまた事件起きてるやん。人が引き物体が倒れております。うん、かろうじて人ね、かろうじて。誰の手だよ。これは死んだふりか。神、死んだふりするアホはいないだろ。ガッチョインか、まだ足りないぞ。かなあな、てかかの手に出てるな。はぁ、明かりにおびき寄せられちゃいました。うわ、治った治った。今度は反対側を攻めましょう。また行かせよ、はい。判決。昔のスイミングの先生を思い出したわ。そんなお味ですか？ちゃんとジャージだし。どんな味だよ。あご、これは難易度高し。まあ、説出てるのも気づかないぐらいだから大丈夫だろう。あっ、そう、人に死ぬようだ。ちょっと待ったわ。あ、ダイエットします。なんで聞こえてんだよ。お次、引き数赤ん坊を吸ってやります。赤ん坊。モンスターに見えるのは私だけ。トヨ姫、それは私のセリフだろ。大根通りよ。わっと死んじゃうから。ついでにこのままからも吸ったりましょう。マリサの大好物、一手間の生足。グフグフ、若い娘っ子には出せない色気がたまらないぜ。だからわしゃ中年エロ親父か。期待を裏切らないマリサちゃんでした。いいぞいいぞ。ま
お、サンキュー。さあ、こっからは高速スイスイです。こっち側はさっきに宝ね。はい、今回はこの辺でお別れ。きっと神優しくしたくなった方が多いと思います。1万人に1人ぐらいはな。ではでは、今回もご視聴ありがとうございました。ご視聴上のご注意。まずお食事中の方、この動画を見ることは自殺行為です。絶対にやめましょう。そして、気分が悪くなったら、すぐに視聴をやめましょう。以上、ではお楽しみください。カラオケで熱唱中、店員さん入ってくると気まずい。あるよねー。あるある。夜帰り道、チャリこきながら熱唱中、誰かに抜かされると恥ずかしいよねー。あるよねー。あるある。ビルの屋上に閉じ込められて、トイレ我慢できないとき、ねえな、海あったねえな、たまにしかない。おめえ普段どんな生活してんの？ってことで、本日はそんな時は思い切ってビルの上でしちゃおうっていう動画です。どんな動画だよ。ビルの上からうんこする動画です。さらっと答えたー。ということで、今回は非常にお下品な内容となっております。ご視聴は自己責任で。この動画にてビルの上からうんこしたら怒られた等のクレームは受け付けません。ではやっていきましょう。屋上に閉じ込められて失望している少年。いや、どうぞ、むしろ楽しそうだろ。閉じ込められて40秒。我慢の限界。はいな、おい、屋上車へ行ったよ。そして少年、ついに決心した。もういいや、ここでしちゃうか。しかも落とす必要性を一切感じないんだが、でした。すごい速さ。フライングうんこ、まだ気づかない。気づいた。次は大変なことになっております。皆様、もうお分かりでしょう。このゲームはパニックにすればするほど高得点なのです。皆一目散に逃げていきます。すれな、バイトを食べとるやん。500円貯まると食べ物買えるよ。現在425円。ちなみに食べ物食べるとうんこがパワーアップします。ってことは全て食べた時が。そうです。最強うんこの完成です。いやー、楽しみだ。おっと、今回はドローンに落ちたか。問題ありませんよ。マリサさん、うんこに滑って車が横転。よくある光景です。死ぬまでに一度見てみては。無事お金確保。さあ何を食べましょうかね。まず効果を見ていきましょう。虫さん、説明お願いします。チリ makes your poop's first impact larger. 唐辛子、うんこの威力が増します。Burger makes your poop greasy, making it slide better.ハンバーガー、うんこの動きが俊敏に。Cotton candy makes your poop lighter。 わたあめ、うんこをより軽く。最新スマホか。 Big burrito makes your poop larger。 おっきなブリトー、うんこをよりでかく。 Chicken makes your poop move faster。 チキン、うんこが速くなります。皆様、あと3つなんで我慢してね。 Milk your poop leaves bigger splatter。 ミルク、ピーピーうんちになります。 Gum your poop bounces higher。 ガム、うんこが跳ねやすく。 Corn makes your poop get a higher score and money。 コーン、ポイントとお金がよく稼げます。これはコーンにするしかない。悩むまでもないわね。さあ、コーンを食べ、行こう。発射。狙いを定めて。いった。おいコーン、リアルに再現すんな。今回も車狙いですね。車を人混みに突っ込ませよう作戦です。いや、ダイレクトに突っ込んでるが。そしてお前ら、なぜで割れる？ちょっと失敗失敗。虫よ、気を取り直しすぎだぞよ。霊夢、頑張ろう。あんま頑張らなくていいと思うぞ。マリサ。諦めんなよ。何がだよ。押し、ミルクで攻撃範囲広げんぜ。名付けて、ゲリピー攻撃。そのまんま。さあ、次こそ車クラッシュ。今のうちに美しいもの見といてね。今からお手は発車まで1、2、3、4。主、あんたにタイミングってものを教えたいわ。おっと、車転倒。そして通行人に突っ込んだ。やっぱ今回はポイント高いね。お金もがっぽりですせ。お、次一気に3つぐらい食べ物買えそうだね。それにしてもこのうんこ殺傷能力高すぎだろ。昔からそうみたいよ。ねえ少年くん、しかも私のお名前で子犬1匹死んだよ。タクシーも1台爆破したよ。おめえ人間どうか。そして唐辛子、ガム、チキン食べたよ。うんこより強く早く弾力もちもち。果たして動画終わるまでにあと何回うんこというのか。無限大やめろ。無限大うんこマロンがありますな。ロマンな、いやロマンまでよ。マロンだとクリになっちゃうかな。おっと、タイヤに直接ヒット。これは理想うんこだな。ドリームうんこね。さあ、着実にうんこより数を増やしています。マリサこそ。おし、私に任せろ。今ので13うんこいただきました。おい、霊夢、何で霊に対応したんじゃ。今ので溜まったお金で、残り全て食べれますね。ってことは、虫さん。そうです、霊夢さん。ついに完成するのですね。完成しちゃうんです。なんかすごい感動チックな雰囲気出してるけども、聞いてみよう、なんか完成するのかね。Perfect uncle。いや、発音良いな。この完璧になったうんこで最後の一撃を。そして今気づいたら街の看板もうんこなんだな。うんこタウン、では行きますか。もちろん大型車狙い。完璧うんこのコントロールやいかに。虫、感無量なり。程度は抜群の模様。そして2台とも歩道に突っ込んでおります。すごい勢いでスコア急上昇。おい、うんこアップやめろ。もうよは満足である。霊夢も満足であるぞ。それじゃあ、エンディングでお別れだ。白い道の上に
皆様、本日も主チャンネルをご視聴いただき、サンキュー。サンキューな。誠にありがとうございます。ワンワン、ペンペンペーン。なあ。おめえはホモサピエンスだろ。それじゃあまた次の動画で。